はい、どうも皆さん、こんにちは。ハンニャでございます。さあ、前回ね、オクトパス野郎をね倒したところで、終わったんですけども、これここでいいのかな。あれ違うね。こっちに行ったから、これもう一回回すんかな。オッケーオッケーオッケー、開いたね。これどっち行くんやろ。ちょっと待ってよ。弾、ハンドガン、これこっちかな。こっちでいいのかな。これ関係ないんかな。上がってるもんね。向こうもなんかでもあれ取りたいな。あ、鍵やね。オッケーオッケーオッケー。これを殴ると、で鍵取って戻るだけかな。他にもあるんかな、こういうとこ。ちょっと待てよ、探しといた方がいいな。発電機があって、こっちないか。いや、行きましょっかね。これもね、あんまり長引かしてもあれなんで。ちょっとね、今動画撮ってるんですけど、ちょっとゲームの方が動いてないですね。これ取れてるかな。まあこのまま行きましょう。なんかまたいっぱいあるで、これ。オッケー、またなんか出てくるんかな、これ。嫌やな。弾が8発まで増えました。この先あれ違うよね。あれ、これどっから行くんやろ。じゃあ、ん、こっちじゃないってこと。やっぱこっちか。あ、そうですね。これエレベーターなってるんで。さあ、ね、キャプチャーが動いてないな、これ。大丈夫か、取れてるんかな。音声だけはね、ちょっと入ってるっぽいんですけどね。どうもね、キャプチャーが動いてないっぽいんですよね。まあいっか。最悪ね、取り直しでもいいんで。取り直しでいいわけがないけどね。あ、また電車っぽいところか。これ、ちょっと待ってよ。そういえば、あいつ、相棒誰やったっけ？もうすぐ名前ね、忘れちゃうんで、もう。こんなところにも、なんか急に鍵がいっぱい出てきましたね。これ、あ、こっから向こうに渡るんかな。これこっち入るとかじゃないよね。入れないよね。入れないから、こっちかな。また列車か。この辺とかなんかありそうなんですけどね。ないかな。入れるとかないんかな。入れないね。よし、じゃあこっちか。これ大丈夫、これ事故りそうな感じしか事故りそうな感じしかないよ。チェックポイント大丈夫、これ怪しいな。これ罠じゃないか。大丈夫これ、なんなんこれ。めっちゃギシギシ言ってるな、これ。うっ、お前は何や、何や、これルビックちゃん。ちょ待って、ちょ待って、これどうやって行くの。こっちか。え、何や、なんか走られへんし。何これ、何これ。こっちでいいのかな。おい苦痛を You will だけで苦痛をってようわかるな。え、これどうすんの、これ。しゃがまれへん。あ、しゃがめるね。
走れはできないですね。走ることはできないみたいですけど、あおい味わう、よいしょ、おいあかん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 、なになになに、お前は苦痛を味わう、ちょっと待って、見え見え見え、あらなんか厨房みたいなのを変えてきましたね。あの殺人ルンバがいたとこですね、金庫おじさんと。多分そこに帰ってきたんじゃないですかね。これ結構このチャプター長いですね。違うかな、あルビックおるな。僕の研究をまた自分の名前で発表したな。バレないとでも思ったのか。君にとっても有益なことだ。実績のない君が一流の学術誌に発表する唯一の方法だ。世間では君の存在などどれも知らないからな。知るようになる。僕はあらゆる面であなたを超えてしまった。まあいい、必要なものはある。あとは手順を踏むだけ。その通り。だからこそ我々が来たんだ。我々許さないぞ。僕なしでは完成しない。その通りだ。どういうことだこれ。ん？なんか回り出したな。またこれ。同情でもしてほしいのか。またこれ。またプラグ抜くやつかな。あ、やばい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 。いった。え、ちょっと待って、すり抜け、すり抜けだ。あっこね。これ、多分、プラグ抜くやつでしょうね。めっちゃ走れるやつやな。ちょっと待って、めっちゃブレるな、これ。何なんこれ、全然広めへんやん。ははっ、ヘッシャー当てても全然死なんねんけど。これ何これ何これ、こいつは何なん。いやちょっと待って、意味がわからん。抜かなしゃあないもんね。OK、 もう一体は、あ、ここでここでクリアか。はい、ということでね、チャプター14をクリアしたんで、もうそのまま次いきます。まあなんか言わしてもらうと、ルビックもなんかはめられたみたいなね感じなんでしょうね。これだから実際ルビックのその精神世界みたいなところに飛ばされてるような気がしますね、こいつらは。マルセロとか含めね、まあ、マルセロは死んだんかもしれないですけど。何何キットやな。
あれ？これカステヤノスやん。危ない危ない危ない。ちょっと待って待って。おい、自分に撃たれたで。どういうこと？ということでね、チャプター14が終わったんで、今15ですね。アンエビルウィジンですね。容体にもなってるエビルウィジンが、これで出てくるわけなんですけど、そろそろ真相にね、真相というか確信、何これ閉まってんの？タティアナもね、いなくなっちゃったんですけど、ちょっと待てよ。なんかいないのか。いろいろ。これは誰？性不明の少女、茶色のショートヘア、茶色の目、何々と呼ぶ。これキッドっぽいよね。違うんかな。かリリーか。違うな。とりあえずこれさっき読んでみましょうかね。内部監査記録、カステヤノス刑事、2013年3月13日。フィーって誰？ここに呼ばれた理由を理解しているか？あんたたちがいい加減な仕事をしているからだろう。あ、内部監査の記録か。君は職務外の捜査を単独で署のリソースを使って行っている。さらに恐喝、脅迫、暴力などの報告も上がっている。証拠があるなら銃とバッジを取り上げているはずだ。君がそれほど用心深くなければそうしていたさ。しかし君のことはずっと見ているよ。それはあんたたちだけではない。どういう意味だ？俺を嗅ぎ回っていればすぐにわかる。叫びたりのままでいてくれたら余計な手間をかけずに済むんだがね。ん？仕事に戻りたいんだが用は済んだか。今はな。だが君は今、何これ、なんて読むの？白票でいいのかな。上に乗っている。一つでも問題を起こせば君は消えることになる。全てが終われば自分から消えてやるさ。なんですかね。ん？ここ出てくんの？なになになに？どっかおるね、これ。あ、おるな。狂い始めたって言ってるね。ちょっと待って、でも鍵開けさせて。それは分かったから、鍵と強化だけさせて。これ開けようか。オッケー、脳汁やね。やばいやばいやばい。お、1万ポイント入った。ちょっと待って、これは、ちょっと待って、ちょっと待って、開けへんな。気持ち悪い気持ち悪い。ちょっと待って、強化だけさせて。あ、できるね。この状態で強化できるね。どうしようかな。2万3000までいってるんですけどね。これ走るやつ上げてもいいんですけどね。回復量上げようか。OK。で、走る時間上げようか。これでいいでしょ。さあ、レスリーのとこ行きますかね。弾全部使っちゃったな。やばい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 。あれ、行かれへんやん。あ、行けた行けた。レスリー始めた。狂い始めた。レスリー。レスリー。大丈夫か？こっち。何これ、なんか病棟みたいな。あれ、なんか綺麗になってるね、めっちゃ。何これ、何これ、何これ、めっちゃ綺麗になってるよ。中汚いけどね。こっち、何これ何これ、新しいな。この奥に手術台みたいなのがありますね。おい、待て。何これ、実験か。
なんやこれ。あーまだ向こうか。これさっきこんなとこ出たよね。なんだこれ。え？何これ、すごい。またちょっとね、よくわからないところに来ましたね。どこに連れて行こうって言うんだ。これは何やろ。あ、いた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 。おいおいおい、あら、スプリンクラーが。これは一体どこなんですかね。どっかの基地みたいにも見えるんですけど、えらい遠いな。これたどり着けないんちゃうかな。こっちだ。めっちゃ正気やん。まずい、崩れそうだ。こっちだ。あー無理か。レスリー、なにこれ。はい、さあこれはあれかな。ついたね。精神病院か。ジョセフの言った通りだな。あ、そうや、ジョセフや。アンエビルウィズインということでね、チャプター15です。もうね、もう終わるんだと思うんですよ。そろそろもういよいよね、物語はもう佳境というか、もう終わりですね。これ終わりに近いところまで行ってるはずなんですけど、もういろいろ崩壊しすぎでしょこれ。おー、びっくりした。レスリーか。何これ、もうん、ワープしたな。さあね、一章でも入ったこの、何これ、これ拾えない。さあやっとね、精神、ビーコンのね、精神病院にもう一度ねたどり着いたわけですね。これだからもう一番最初の頃と一緒ですよ。やっぱり今の声、マルセロっぽいよね。生きてたんかな。違うな、カステヤノスか。これはだから最初と同じなんですけど、ただちょっと違うのが、まあ、ゾンビはいないと。でこの奥ですよね、この監視カメラ見てから飛ばされたんで、この辺なんか落ちてないかな。あった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 、いいね。こんなもんかな。さあ、ここやね、例の場所は。ここで監視カメラを見たときに飛ばされたんですよ。ただ今回はこっち行けるみたいですね。回復あるね。一回ちょっと回復溜まってるんで使いましょうか。だいぶ回復量上がりましたね。あげといてよかった。ここかな。あ、実は精神病院の奥にこういう部屋があったということかな。これはどうやらそんな気がする。これだから物語の核心に迫ってるんじゃないですか、このパートで。ついにね、
ビーコン精神病院の裏側に今潜入してるわけですよ。それをねレスリーが導いてくれてるわけですけど、この地下やね、ここですよ、こっからですよ。もうね数々のねボスと、もう鬼畜のようなね初見殺しに流されてきたわけですけども、蒔いた種さ。なるほど、これもう一回聞けるってこと。この鎮静剤も私が作ったものだ。これさっき流れたやつだね。完全な闇が私を包むまで切り刻まれ神経を。もう一回流しちゃったけど、そのすべての痛みを味わった。こっちは何もないことないね。あるね。どうしよう、降りていいのかな。これあれやん、あそこやん。あ、これ降りん方がよかったかな。これ最初に戻ってきてるよね絶対。しまった、あれ奥から行けばよかった。あーやらかしたね。どうしようかな、一回じゃあここで終わっておきましょうかね。